それではほんのちょっと早いですけども、3試合目行きましょうか。はい、じゃあよろしくお願いします。ラグビーさんスタートお願いします。この対戦爆破でも早い展開が多いですね。3試合目これが A チームが取ると試合勝利、まず勝ち抜ける形になります。攻守はいいや、攻め側は A チーム、 A チームはじゃあグラクルさんから。ここを覗き込んで、おっとメザーさんがユウさんにやられた。レコージも落として、おっと3人目はこれでやれなかった。テビスさんが爆弾設置。さあまず1本取る。本部に帰還せよ、ご苦労だった。続いてメイザー3視点、一気に距離を詰めてパスモークを投げた。あとちょっと食らったがまだ大丈夫です。おスーちゃんを落として、まだ体力はまだ一戦交えるぐらいの体力が残っている。ちょっとこれは A チーム残り2人厳しい展開。 B チームは綺麗にゲイリルチを見張っている状態ですけども、牽制を入れていく。まだ、おっと何か発見したようだ。マサン落としたがな、ユウさんに落とされて残り一人。振られていた。ここは B チーム1本取り返す。攻めはこっちが守備側なんのかな。狙い3視点、投げて一気に攻め込む。メガイさんまず爆弾を設置して向かい撃つ体制だが、これは人数、いや一人分有利ですね。後ろの結果答えない。スーちゃんを落として、ここにいるよと合図を送っていく。12秒、これは全滅させて H2 本目。さてさて、誰を見る、ディフェチさんかワイルさんは一体。早速やっている。足が一旦引く。おお、いい読みだった。あのままいったら腕でやられてましたけども、おお一気に4対1まで。じゃあここは攻め側の得点、爆弾を設置して解除を
強制するよ。お子さんはさすがに4人相手には厳しい。さあここで攻守が入れ替わる。スーちゃん3視点でグレーを放り投げて、あっそこで相談数少ない10でしたか。おっと、あっと残す1人、居場所をバレてしまっている。チラ見したけども逃さないグラクロさんがひなぼこさんを倒してラスト1本。ブリさん、ブリさんして今ブリが見えましたけど、あれはブリさんじゃないです。ジリとコースを進めていきつつ、うんとちらっと顔を出したところをラルさんに落とされた。しかし一人は倒してますね。あーデコージがやられる。ユーさん残す一人で、あっとここやられてしまった。まず1試合目 A チーム対 B チームは A チーム勝利です。お疲れ様です。